こんにちは、平井弘明です。今回の、ワンラップショートレッスンは腰を切りすぎてしまう方に向けて、説明していきたいと思います。腰をインパクトの時に切りすぎてしまって腰の動きを抑えたいという方にポイントを一つ言っていきたいと思います。腰を切るのを抑えるのではなくてアドレスの時の姿勢を気をつけましょう。アドレスの時に腰が内側に入っていると腰が回りやすいです。なのでアドレスの時に腰を張ってあげてですね、このベルト付近、この張りをすごく持たせてあげて両股関節を後ろに入れてあげる。このアドレス、要は前回のショットのところでやったと思うんですが、太ももの後ろをこう後ろに突き出して張るようなイメージのアドレスを取っていただくと腰の自由が奪われます。動きづらくなりますので、インパクトの時に腰の切りすぎを抑えられるということですね。ただ今度は逆です。腰を切ろうとしてもなかなか切れない方というのはアドレスの姿勢で全てのパーツが張りすぎている場合に、アドレスの時に少し体の張り感を緩くしてあげて打ってあげると腰の回転動きがしやすくなりますので、アドレスの時にあまり姿勢体を張りすぎないで打ってあげましょう。